うちの庭でセミが羽化してます。子供が小さい頃に庭で羽化するのを見たきりなんで、もう30年以上見てないかな。ちょっとで横から見ましょう。あら、蚊取り線香倒れちゃえた。ちょっと蚊取り線香をこすよ。こうして、よそ見せるとピントがずれちゃう。日暮らしなのかな。一晩かけてね、羽が伸びてね、もうだいぶ出てきたね。ちょっと持ってるのが辛くなってきた。三脚があればいいんだけど、どこにあるかわからない。羽も少し伸び始めた。羽も少し伸び始めたね。逆すぐ出るようにしとけばよかったな。つらい。お、足も出てきたね。もう少し、もう少しで星で出てくるかな。膝が疲れちゃったからポジション変えよう。グディア、おー出てきたね。8割が出てきたかな。
ゆでた。体揺らして、今度は起き上がるかな。起き上がってね、自分の殻を掴んで、それで羽伸ばすんだよね。お、起き上がるかな。お、起き上がる、起き上がる。で空に舞い上がる。そして子孫を残してまた土に帰っちゃう。このサイクルを何万年、何十万年、何千万年もやったのかな、この子は。起き上がる、起き上がる。これ不思議だよね。どうしてこういうふうに自分でできるのかね。もうちょっと風が吹いてきた。どうやって起き上がるんだったっけな。松浦さん、トランペット少しずつ上手くなってるね。やっぱりちゃんと綺麗に音出ないときなんだな。よいしょ。ほんと三脚がないとつらい。普通は木の幹にしがみついて羽化するんで、こんな不安定じゃないと思うんだけど、大丈夫かな、落ちないかな。風で揺れるからね、ちょっと心配ですね。うん、足がしびれる。お、なんか止まっちゃった動きが。動きが止まっちゃった。ここでまさか跳ね、あ、起きる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 が、起きて自分の殻を掴まないと羽が綺麗に伸びないよ。ちょっとイライラしてやりにくいのかな。ちょっと押さえてあげるか、こうやってね、ネット押さえました。お、どうなる？そうか、ちょっとね、押さえてんのも辛いからね。おし、ちょっ
木の枝でつっかい起こしました。なんか糸がくっついてんだね。あの糸がミソなのかな。どうなるんだろう。なんか死んじゃったような気がするんだけど大丈夫かな。ちょっと一旦切りましょう。お、起きてきた起きてきた、うん、よし、ちょっともうちょっと我慢するか。足がしびれてきちゃったんだけど、どうしようか。一旦切ります。